くぞ、新入り。止まれ。何者だ。出番だ。侵入しろ。くっ。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。動くな。進むぞ。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。どうってことない。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら、ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。こっちだ。いるぞいるぞ、任せた。勝てる相手当然の結果だ。よし、こっちも急げ。俺あっちっす。クラウドはこっち。走れ走れ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手は刻む。うわー、お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。
あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは、うん、おっと、このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。あ？てめえ！ん？星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。伸び伸び判断注意。一丁上がり。お前いくつだ。ファーストだ。あ、ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。な、おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。ここが魔鋼炉の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。
さーて、シンラが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。どうした？問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。もうはめやがったな。来るぞ。なんだと。この隙に、まだまだ。刻む。畳みかける、近づけて。爆破まであと20分。これはいい。功労賞はあのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち、急いで。クラウド何してるの？早く来て。急いで急いで。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、ジェシー。扉開けんのが優先だ。でも。こっちは問題ね。トルジャー様が一緒だ。
元ソルジャー見つけたぞ。取り押さえる。クラウド注意、こっちだな。急げ、あいつらと合流すんぞ。早くここから出ねえとな。立てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったな。クラウド！さすが！さあ走ろう。全員いるな。怪我はねえみてえだな。おお、爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔鋼が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いは何だ？だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！
空いてる空いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる市民の皆さんは予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り、俺たちはこの先ももっともっと魔航路をぶっ壊す、星の命を救うためにな。だよな、覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う、そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。でリーダーどうするよ。計画通りだ、全力で逃げる。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまでの作戦だ。トントン。あ、うん、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる、助けてもらったお礼。仕事のうちだ、礼はいらない。いいからいいから、おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。それからこっちは新入君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。駅は無事か。なんで。
ありえない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。予想以上か。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。お花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いらない。まあまあ、そんなこと言わないで。本物のお花、貴重なんだよ。彼女さんにあげたら喜ぶこと間違いなし。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。バカにするな。握るでいいか。握る？これ本物のお花だよ。三ギルだそう。全然足りませんけど。それにただでいいって言ってるのに。あ、追い払おうとしてる。しかも五ギルで。そうはいきませんからね。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて！
てないのか。やっぱり一回解散。おい、またね。剣を地面に置け。ゆっくり。行くぞ。進むぞ。袋のネズミだ。手こずらせやがって。この剣は…クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？ちょっと待って。心配したじゃねえか。え？あ、何してやがったんだ？あ？治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て。一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。マコーラを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。神羅にたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろう。ん？何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ？どこが善良？殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送っている。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ新羅魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精いっぱい生きてる。引きましょう。
新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。